いやいや言われたら歩くことが難しい。これあの受けで壁にねなってます。でこれでこれ一文字越しって言うんですけど、はい、ここで、ね、足寄せてこれぶつからずにいきなり動ける、ね、普通はどうなるかっていうともうお分かりの通り、そうですね、はい、もうぶつかっちゃったんだ。このまんま足が寄るんですね。でこれで肩をやってるわけですから、はい、ずっとそれ全然で、ね、あとはこれも一般的な恋腰でなかなかこの恋腰は潰せないっていうけど、まあ、うん、武術の上から言うとこれへっぴり腰なんですけどね、うん、前屈しててでこの足後ろへやりたい、はい、そうすると重心移してこれも軽いけどぶつかっちゃってるから、はい、あとこれ45度だなんだ言っても崩せません、はい、だからこれ誰もいないんですというその誰もいない状況を作りたい、はいはいはい、ちょっと感じだけ、いや今のなんとなく何倒しませんから、はい、全然倒れても全然大丈夫、うん、もうちょっと踏ん張ってください、はい、もうちょっと深くガッチリ、うん、ガッチリ、はい、そうです、ね、でこういう状況なの、はい、いいですか、はい、ここで押さえつけたと思っても誰もいない、はい、もう全然わからない、暴力的じゃないです、はい、全然違います、もう技にしか感じないですからやっぱりね、いやもうないもん、ない僕のやってることに欲しいですよね。難しい、ビリヤードが難しくなってきた。コーチちょっと助けてくれよ。え、でも先生の率直な意見をね、うん、聞きたい。いやだからやっぱりしなやかに見えないってことですよね、何かがね、まあ、単純に言ったらね、それは体の動きそのものがってことです、まあね、どうしてもあの、まね、目が肩にちょっと行きますよね、肩にいっちゃう、そう、それを取りたいよね、やっぱりね、やっぱりここが要はやっぱり残らないようにっていうことですよね、視点にならないというか、まあ我々は、まあさね、今日もさっきお話ししましたように体さばきですから、はい、手足を使ってるのは体の変化で使ってるんだって、そうすると意識してもやっぱこれは訓練していかないと、はいはい、あのパントマイムの人なんか、まあ、踊りでも舞踊でも何でもそうなんですけど、はいはい、まあ、胸を上中下に分けてとか内側外側に分けてとかって言いますけど、確かにそういうの細やかにこう訓練すればなるんですよね。